日本のカレーチェーン、ココ一番屋がインドに進出したことが海外で話題になっていました。皆さんこんにちは、日野本まこです。今回は、ついに日本のカレーが本場インドに上陸に海外が興味津々の話題です。海外、やるじゃないか。カレーの本場インドの首都ニューデリー郊外のグルガオンに3日、カレーハウスココ一番屋のインド1号店が開店しました。カレーハウスココ一番屋、通称ココイチは愛知県の発祥で、カレーのチェーン店として日本では圧倒的なシェアを誇り、国内外で1400店舗以上を展開。1994年にハワイに出店し、海外展開へ本格化しました。現在は韓国、台湾、中国、香港、フィリピン、ベトナム、マレーシア、シンガポール、タイ、インドネシア、アメリカ、イギリスにも店舗網を持つとのことです。当チャンネルでもお伝えしましたが、昨年2019年7月にインド進出を発表。日本のカレーが本場インドに逆進出となって話題となっていました。新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、今春予定の開店がずれ込みましたが、現地の担当者は独自のカレーソースが受け入れてもらえるはずだと、人口13億人の巨大市場への挑戦に期待を示しているとのことです。ココイチのカレーはもちろんインドのカレーとは違います。日本風にアレンジされた独自の進化を遂げていますが、果たしてインド人さんはどう思うのでしょうか。ツイッターなどの情報だと、1号店オープン初日はものすごい人気だったようです。そんな歴史的な出来事に、国内および海外、そしてインド人さんからも喜びの声がたくさん寄せられていました。まずはじめに国内ネットの反応、それから海外の反応をご紹介しますのでご覧ください。国内ネットの反応。インドにココイチ出すと決断した人、すごいチャレンジャー。インドにココイチ番屋が殴り込みじゃー。インドでも人気になるんだろうな。ココイチのインド進出は成功してほしい。まずは本場仕込みのビーフカレーをお願いしようか。イスラム教、豚禁止、ヒンズー教、牛禁止、仏教、殺生禁止。コロッケカレーにしときな。肉抜きカレー、日本でも売ってくれ。俺の知ってるインド人は普通にビーフカレー食うよ。本国から離れてれば大丈夫らしい。つまんなくて嘘くさい暗いニュース飽きたから、ココ一番屋がインドにオープンしたとか、そういうのばっかやっててほしい。ココイチのインド出店のニュースで現地の人のコメントが意外だった。辛いのかよ。ココイチがインド出店の件、カレーの本場に日本のカレー店がと面白ニュース的に扱われてるけど、本来は経済ニュースなんじゃなかろうか。日本の大手外食チェーンが13億人市場に挑戦とか。まずは日本の味が懐かしい現地駐在員向け。これからインドでココイチ食べられると思うと幸福度上がります。地元の人に受け入れられますように。日本のカレーはイギリス風カレーだからな。インドでも新鮮に受け入れられるかもしれん。日本のカレーはインド料理ではない。英国から伝わった洋食。逆にココイチには本当のインドカレーを日本に持ってきてほしい。インドってカレーライスじゃなくカレーなんじゃないの？ライスあるよ。ライス7、数種類のルーが合計3って感じ。なんこそ地方の郷土料理みたいなもんで、知ってるやつ少ないぞ。これはインド人の反応すげえ気になるね。インド人もびっくり。13億人とかいるから十分やっていけそう。インドのはカリー、日本のはカレー。カツカレーはインド人にも受け入れられるのか、それが知りたい。海外の反応。マジか。
タリアにピザハットをオープンするようなもんじゃないの？まあインドなら間違いなく食べに行く日本オタクがいるけどね。食べに行かなくては。やるじゃないか。インドと日本でいろいろなものが共通化されて嬉しいよ。日本だと辛さレベルが1から10まで調整できるけど、インドなら1から50にしないといけない。興味深い。インドはカレーの発祥地だから、日本のカレーがウケるのか興味あるな。ココイチ大好きだよ。どこかのレストランチェーンと結婚しないといけなかったらココイチを選ぶね。日本のカレーはインドとはちょっと違うけど、それがセールスポイントになるよ。インドにオープンするのにうちの町に来ないのがちょっとアンフェアだわ。正直言って日本のカレーは退屈だよ。死ぬほど激辛が好きだからね。激辛だから美味しいというわけではないよ。辛いものが食べたいなら火でも食べればいいよ。ココイチはインド初の日本のカレーじゃないよ。大塚ホールディングスが2年前からインスタントカレーを売ってる。日本のカレーは悪くないよ。好き嫌いが分かれるような個性がないのは悪いことじゃないしね。インド人がどういうリアクションをするのかわからないな。カレーはすでに人気だし、日本食店がどんどん増えてる。インド人は他の種類のカレーに抵抗はないよ。インドだけでもいろいろな種類があるからね。味も問題にはならない。インド人は日本人がカレーと呼んでるものを笑ってるよ。普通の日本のカレーを出したらすぐに潰れるんじゃないかな。個人的には大好きだけど、インドカレーの方が好き。特にマイルド系は。辛い料理にはちょっとうるさいんだよね。確かにインドカレーとは全然違うけど、タイや他の国もそうでしょ。カレーには種類があるだけだよ。インドカレーの方が好きだけど、日本のカレーも美味しいから売れるかもよ。インドのタイ料理店がどうなってるのか気になる。日本式インド料理として売るでしょ。特別だから絶対人気になるって。たまには魔改造された母国料理を見るのもいいもんだよ。インド人が家庭料理を求めて食べに行くわけじゃないと思う。インドに現れた別物として食べに行くんだよ。インド人はまさかのマイルドカレー好きだよ。日本にいるインド人シェフの友人は、普段はマイルドなベジタリアンカレーを出してる。辛いものを頼むのは度胸がある人か酔ってる人だけだね。これは大成功するはず。インド人は日本や日本文化が大好きだし、ココイチはよくやった。日本のインド料理店がマイルドなカレーを出してるのは、本場のインドカレーを食べるには胃腸が貧弱すぎる日本人が主な客だからだよ。大半のインド人やネパール人は普段はナンを食べないのと同じ理由だよ。日本人はめっちゃ食べるけどね。インド人が自分たちのカレーとライバル視するとは思わないよ。別物として捉えて変化を求めて食べに行くかも。インド人の友人が激辛料理を競う大会まであるって言ってたから、日本のあまり辛くないカレーはニッチなのかも。いろいろ含めて興味深いニュースだ。ドイツのハンブルクにもオープンしてよ。ここにはこういう食べ物が一切なくて。興味深い。大勢のインド人が日本式カレーを楽しんでくれるといいな。日本に住んで5年になるけど、日本のカレーは大好きだよ。とんかつカレーが一番好きだ。それは本当に良かった。大昔にインドに行ったけど、チキンカレーが美味しすぎて毎日食べてたよ。いつかまたインドに行ってみたいな。またインドに行けるといいね。僕の故郷のプネーにもぜひ。宮崎でココナッツミルクチキンカレーの作り方を日本の皆さんに伝授してるよ。みんな気に入ってる。失敗とも成功とも言わないけど、日本ほどの人気は出ないだろうね。値段も高いけど、外国料理店はどこもそうだし。デリーにオープンするのが楽しみだな。日本企業が多いサウスデリーがいいな。食品規制があるのはわかるけど、ベジタリアンと無豚カレーを売ってくれたら絶対売れるよ。市場調査してメニューの量を増やして値段に見合えば、インドで失敗する理由はないね。インド人だけど、ここのベジタリアンカレーはマジでうまいよ。大好物なんだよね。
ココイチが牛肉を入れないことを祈ろうではないか。アメリカにも来て。英国の発明品が国境や文化を超えてるのが胸アツだわ。英国はインドから全てを奪っていったからね。もちろんカレーも。以上が国内ネットの反応と海外の反応です。日本のカレーは世界中でも大人気なんですね。びっくりしました。さてコメントにもありましたが、インドではヒンズー教やイスラム教の信者もいることから、牛肉や豚肉は使っていないとのこと。主に鶏肉や羊肉、魚介類や野菜、インドのチーズなどを中心にしたメニューで、お米もアメリカ産のジャポニカ米を使用しているとのことです。新しいものが好きなインド人さんということもあって、オープン初日は上々とのこと。果たしてココイチのカレーが本場インドに定着するのでしょうか。でもそうなったら、これはある意味で革命的なことですよね。インド人さんにも日本のカレーが気に入ってもらえたらいいですね。皆さんもご意見や感想がございましたら、ぜひコメント欄お願いします。よかったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。それからシェアしてくれたらとっても嬉しいです。よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。ではまたお会いしましょう。日本っていいね。